です。お出口は左側です。お忘れ物のないようご注意ください。はい、ちょいたぎです。今回はじゃーん、千葉県庁前に来ております。モノレール新型、はい、遠くの方に見えてますでしょうか。井の花城です。はい、井の花城に着きました。今駐車場にいます。シェアサイクリングのところね。わーい、誰もいません。桜がもうそろそろ満開かなと思ってきたんですけど、三分咲きぐらいですかね。あんまり咲いてません。ちょうど裏側から入ってきてるような状態なので、これから正面に回ってみたいと思います。わお、堀、これからだよな。じゃあ、まあ、完全に行こうという、社長こう言ってますね。休館を延長します。残念。ということで閉まってます。まあいいんじゃないの。咲いてますね。今、井の花亭前に来てます。じゃーん、井の花亭。現在
い白玉ぜんざい食べたいな。水炊き、三分炊きってところですよ。千葉城と井の花城です。どうですか、桜かぶり。素晴らしい。ね、3分4分ぐらいですかね。まあ全くないよりはいいんじゃないですかね。千葉常胤は源頼朝の挙兵に参加し、鎌倉幕府樹立に大きな手柄を立てました。すごいですね、鎌倉時代ですね。常胤さんと井の花城、どうだ、こんな感じ。じゃーん、いいですね。こっちの方は結構4度5度ぐらい、また南で暖かいかもかな、ね。綺麗ですね。こんな感じどうでしょう。素晴らしい井の花城。はい、一周しました。中に入れないので今日はこんなところです。じゃん。